和競馬第8競走です。会場70周年記念浦和競馬フォトコンテスト緑の競馬場賞、新2選抜は距離800メートル11頭で争われます。この第8競走から馬場状態の発表不良に変更となりました浦和競馬場。第8競走枠入りが進んでいます。10頭までゲートに収まりまして、最後は11番風のアスリート、川崎から参戦の1頭、11番風のアスリート、ゲートへと引かれて収まります。枠入り完了。スタートしました。若干ばらつきました。4番のラバンタージュ好スタート、これを追って1番名将は高間、外からは3番手8番の影勝で、あとは内を通る5番プリンセスラッキー、外からは11番風のアスリート、間が空いて9番エイシングラに続いています。その後ろからは6番サレルの3コーナーカーブ、あとは当番私に任せて、内2番ジェームスは少し交代して、3番猫軍団後ろから2投目、最後方7番ハニーフィッツ、前は3、4コーナー中間です。先頭抜けまして4番ラバンタージュ、リードは2馬身から3馬身、1番名将は高間、内から5番プリンセスラッキー、2番手3番手、4コーナーから直線。先頭4番ラバンタージュ、リードは2馬身ほど、じわじわ差を詰めてきた5番プリンセスラッキーと1番の名将は高場、2頭並んでる2番手争いに突っ込んでくる9番のエイシングラニ、先頭粘る4番ラバンタージュ、4番ラバンタージュ粘り通してゴールイン。4番のラバンタージュ勝ちました。鞍上中野和真騎手、2番手3番手争い3頭広がって追い込んできた9番エイシングラニ、内には1番名将は高場、さらに5番のプリンセスラッキー、1番名将は高間を間に、内5番プリンセスラッキー、外は9番エイシングラに、2番手3番手争い3頭広がって混戦、あとは11番風のアスリート、6番のサレルの続いています。好スタートから先手、そのまま逃げ切りました。4番ラバンタージュ、2番手3番手争いは3頭が広がりました。5番のプリンセスラッキー、1番名将は高間、2頭追い比べのところに最後外から追い込んで9番エイシングラに並んで、9番エイシングラに1番名将は高間、5番のプリンセスラッキー、2番手3番手争い3頭広がって、ここは体勢微妙。着順払い戻し金の確定まで投票券は大切にお持ちください。第8競走でした。お客様に浦和競馬第9レースの騎手変更をお知らせいたします。4番ルミエールウエスト号の野沢則彦騎手54キロは負傷のため、沢田良也騎手54キロに変更となりました。4番ルミエールウエスト号の野沢則彦騎手54キロは負傷のため、沢田良也騎手54キロに変更となりましたので、ご了承ください。